車マン。島村うずきです。ずっとアイドルになりたくて養成所でたくさんレッスンしてきました。笑顔とやる気は負けないつもりです。よろしくお願いしますね、プロデューサーさん。メリア、ちょっと待っててね。はーい、今お持ちします。ちょっとメリアが傷ついたらどうすんのよ。バスターです。僕はどのアイドルより可愛いですから安心してください。トップアイドルの座は約束されたも当然です。プロデューサーさんがちゃんと働けばですけど。羊さん、羊さん神様とお揃いなのです。真心いっぱいのプレゼントあげるです。自己 PR ですね。小日向美穂です。すみません、緊張しちゃって。ファンに愛されるアイドル目指して頑張ります。こんな感じでいいですか？ここに根付くなら私もちゃんと自立しないとね。これ以上私の仲間を傷つけないで。ストライクショット。こんなとこにいたら危ないよ。私が守ってあげるね。椿、大変よ。ねえってば椿、アジサイさんが大変なの。この前はそうだったけど今度は本当だって。ごめん椿、私やっぱりアジサイさんを助けに行く。サンフラワー、立ち向かう強い気持ちを胸に。これ以上私の仲間を傷つけないで。君、私にはわかるよ。いい匂いさせてる人はいい人だって。プロデューサーっていうのなんだよね。私もアイドルになったらもっと刺激的になれちゃう。激アツ熱血マッチはいかがですか？癒しのぬくもり、灯火一つ、あなたの心に灯してあげる。真珠にいいとこ見せちゃうぞ。気合全開、根性でぶち抜け。自己紹介代わりに、今まで起こった不幸は、所属していた事務所が次々に倒産したり、物をなくす、知り合いが入院、事故、これ以上は迷惑はおかけするかも。証拠は残さないわ。あら、ホーキーいたの？獲物はそこよ、ホーキー。一撃で仕留めるわ。関ひろみ、14歳。目つきがきついって言うんでしょ。別に言われ慣れてるし、今更なんとも思わないよ。こんな私がアイドルなんて、本当にできるようになるのかな。ほら、あなたたち、お客様がいらしたらちゃんとお世話をするのですよ。こら、やんちゃをする悪い子たちには私がお説教してあげます。私がアイドル？いやいや、やっぱり無理ですよ。神社の娘ですけど、閉じすぎて神様にも見放されそうなのに。また余計なこと喋って、カリンのバカ。お姉様、やっちゃって。はあ、なんか眠いし疲れたよ。ん？飴くれるの？もう、しょうがないな。双葉アンズ、アイドル目指してやっちゃいます。好きな言葉は、
不労所得と印税生活でーす。どや。お前も私を近づいたら八つ裂きにしてやる。あいつもこいつもお前も私の敵だ。消えろ。こんなところまでお前たちは私をどうする気だ。やめろ。これ以上私の大切なものを踏みにじるな。これ美味しい。やはは、先輩と呼ぶといいにゃ。これでどうだ先輩。にゃ、後輩ちゃんやったにゃ。話を聞きに来ただけだぞ。アイドルになりに来たわけじゃない。それにお前がうちに勝てると思わないしな。一匹狼のうちを手なずけられるわけないし。ご苦労ご苦労。しっかり反省しろよ。かぶく。聞かせてもらおうじゃないか。なんだそのへりくつ。黙れにぎやかしい。お前らが出てくると緊張感がそがれるんだよ。そいつが自分で割ったのかもしれないだろう。正体がバレそうになってさ。消えてる。これでも食らえ。みにゃざぶとあにゃ、私の名前はアナスタシアです。アーニャはニックネームです。北海道で生まれてロシアで育ったハーフですね。よろしく、プロデューサー。世間は退屈で死にそう。そうは思わないかい、ワトソン。事件はすでに解決している。今からそれを証明しよう。これは何事件だよ、ワトソン。ホームズ、口に何かつ…いや、何事件だ。推理で全部お見通し。私のおみくじに外れはないわ。我が名は神崎蘭子。私の才能を見抜くとは、あなたも瞳の持ち主のようね。運命の扉は今開かれたわ。神崎蘭子です。これからプロデュースお願いします。もっと魔術を勉強しなきゃ。ご苦労なこった。頑張ってくださいね。力が溢れ出てきやがるぜ。行こうフォルネウス、ストライクショット。今年も真剣勝負だよフォルネウス。力が溢れすぎだろ小娘。明けましておめでとう。はい、おせちだよ。美味しそうですね。うん、いったー。あ、夢か。言ってよ。やったできた。なんか小さくて変なの出ちゃったけど、初めて召喚魔術を成功できた。違う世界がいくつもあるなんてすぐには飲み込めませんよね。ドローズオーダロット。アーサー、あなただけでも先に行って。ドド、大丈夫、すぐに追いつくから。待たせてごめん。ねえ、元アナウンサーの私だってアイドルを目指してもいいと思わない？若い子と競うのは大変だけど、でも挑戦させてくれない？気持ちだけは負けてないんだから。ねえボスケ、少しは王族としての自覚を持ちなさい。今ここで諦めるわけにはいかない。次、ベビー様。はい。
王位を譲ってたまるもんか。小粒はとはいえ一度に2体も召喚を。あいつばっかりみんなに愛されて、その上魔術の力まで越されたっていうの？そんなの絶対ありえない。今の話、全国をお父様は事故で亡くなったんじゃなかったの？あなたはずっとレシアルを、国民も国王も私も騙していたのね！新しい私に挑戦してみたい。アイドルになるのも一つの経験だと思ってます。でもちょっとだけドキドキ。プロデューサーさん、私の成長見守っててくださいね。来る。大丈夫、きっとまた耐えられる。待って！こんなことやめて！私に戻って！分かっているでしょ、私はあなた、あなたは私。彼女は私の中に潜む悪しき存在。月食になるたび私の外に出ようとしてきた。ええ、でもそれだけじゃない。おそらく何者かの力が働いている。やめて！どうしてこんなことを？あなたこそどうして？私はあなた、何かが嫌になる気持ちも消えたくなる思いも、全てを消し去りたい気持ちも、この闇をあなたは知ってる。災いあり。どうも、砂塚明です。趣味は SNS と FPS、 それからファッションかな。撮られるのは結構慣れてるけど、それ以外はぼちぼち。そんな感じでよろしくです。見るのじゃ、あの青い星、美しいの。天にきらめく流れ星、天津美香星、踊るのじゃ。新曲大ヒット間違いなし、夢への一歩を踏み出すのじゃ。天下にきらめく超新星、赤星真白歌うのじゃ。ただいま。ハル、おかえりハル。あかつき帰ってないの？一緒じゃなかったの？先に帰ったものだと。ここのことは任せて、私だって戦えるんだから。だから必ず無事に帰ってきなさい。誰かが犠牲にならなきゃいけない未来なんて望んでない。一緒に帰ってきて、二人ともどこにも行かないで。ヤマト亜紀、趣味はサバゲーとプラモ収集であります。この鍛え上げた体、そして心で厳しいアイドル界を戦い抜きますよ。プロデューサー殿、ご指導ください。どんまい葵。ナイス南。で、一回体勢を立て直すぞ。みんなで戦ってるんだからな。レン、お前みんなに言うことがあるだろ。あの時お前がトロッコを止めてれば、こんな危険な目には遭わなかった。いい加減にしろよ。お前自分勝手すぎるぞ。お前は甘えてるよ。父親がいないのがそんなに偉いのかよ。にゃっはーい、キラリだよ。かわいいものやハッピーハッピーなもの大好き。今日もキュンキュンパワーでみんなを元気にさせちゃうよ。これから頑張ります。ビシー。猫とワッチのオイランドーチュン、こんなに楽しいことはありん。ワッチのタマをいじめたのはお前かね。お仕置きしてやりにゃし。改めてご挨拶、相葉由美、18歳の大学生だよ。私のこと、あの公園のお花みたいに
綺麗に咲かせてほしいな。ということで、よろしくね、プロデューサーさん。ストライクショット！諦めたら試合終了ですよ。フィキティ一つ。ズギャンズギャン。やったぜ。ヨーデルヨーデル。じゃあこれ。左手は添えるタッキー。あっつ！あっつ！バキンバキンに熱すぎるよ。ドイーン。はい、朝ごはん。え？私のお花助けてくれたお礼。ボールは友達。ボールは友達。トー！からこちらでお世話になります。日野茜です。アイドルのことはよくわかりませんですが、一緒ならトップを狙います。千里の道も一歩から。さあ行きましょう。ええ、私だ。ちょっとあなた、千里にいないと思ったら毒を引き歩いてるのよ。いや、そういうんじゃないんだって。ヘラちゃん、どうせ他の女にも口説いてるんでしょう。ヘラって誰？ゼウスの妻である女神だ。嫉妬深くて独占欲が強く、わがままで凶暴だし。いい部分ないであるな。なんか怖そう。ちょっと今の女の声誰？えっ、やっぱり上聞いてたのね。帰る、すぐ帰る、帰るから、帰るからね。堀優子、超能力の特技を生かしてアイドルに。なんですか、そのうさんくさそうな目は。本当に超能力者なんですよ。その証拠にスプーンを曲げます。世の辞書に不可能という言葉はない。言ったであろう、世の進む道に不可能などありはしない。世の辞書に不可能の文字はない。全軍突撃。チケットが5枚、すなわち温泉に行くのは10人まで可能だ。2番ナポレオン。これより軍事演習を披露する。私の辞書に不可能の文字はない。ドヤ顔で言ってもダメ。世の中不可能なこともあります。ようこそおいでくださいました。哀れな子羊たち、今夜は踊り狂いしかなくなくな。きのこきのこぼっちのこ、ほししょうこ、よくわたしをみつけたね。こんなにかげうすいのに。あ、なる。アイドルでもなんでもなりますよ。声かけてくれたから。誰である、このずんぐり野郎は。体型おめえと変わんねえだろうがよ。うまっ、シュートが来て。この匂い純風寺じゃなかったのかよ。何者かに不意打ちを食っちまったんだ。確かにパワーはかなり上回ってる。早く見つけようぜ。それが見えねえんだよ。俺様の力は相棒の純風寺といることで発揮されんだ。だからクセイ純風寺を探しに来たら、クセイおめえがいたんだよ。純風寺を探せば力を合わせてマサ様の居場所も割り出せるはずだ。あたし夏希、音楽のジャンルはロックが好きかな。ああ、アイドルをバカにしてるわけじゃないよ。むしろロックなアイドルって最高にかっこかわいいんじゃない。まっ、よろしく。無言の行、お疲れ様でしたね。絶対に行かせてはなりません。防衛ラインを死守します。全艦砲撃準備。撃て。相変わらず
ずるいくらい強いですね。聖なる水よ、私に力を。片桐さないよ、こう見えてピチピチの28歳だからアイドルになってもいけるはず。でももしアイドルになれなかったら君を逮捕しちゃう。っていうか閉める。ああ、グモーニー。あ、もしかして今日から入る新人ちゃん。はい、オーディション合格おめでとうね。うん、じゃあダルにしよう。ダル決まりね。うん、ここはダルみたいなデビューしたての子から何年目かまでの新人アイドル専用。へえ。でダルのルームメイトのこと何知ってんの。ビッグニュースだよ、事務所から。その名もモンスターソニック。モンスターソニック。そう、略してモンソニ。ロックにアイドル、何でもありのフェス。そこに新人アイドル枠ができることになったらしいんだ。まあ受けるかどうかは二人次第。パパに喜んでもらうためにアイドルになるの。セクシーな私だからすぐにトップアイドルになれるでしょ。しっかりプロデュースしなかったらパパに言いつけてやるから。立ち上がれ、誇り高き我が団員たちよ。私の名前はレビオ。みんなの支配者レビオ。頑張っちゃうぞ。狙った獲物は決して外しません。この身は全てマスターのために。雷撃粉砕、撃滅します。ビジョンを見せる前に一休み一休み。良き魂の皆さん、天国はこちらです。あなたのハートをシュガシュガスウィート、佐藤慎子とシュガーハートだよって自己紹介してファンに向かってスウィーティーでとどめってわけ。完璧。何時に問おう、その行いは善か悪か。裁きの鉄槌は下された。これが世界の意志と知れ。龍馬先輩と一緒にいつか九つの空へ羽ばたいてみせる。治外法権など論外です。不平等は僕が許しません。さすがは孔明様、これでは敵はひとたまりもありませんね。背負い師は諸君の未来、次は孔明様の夢。私に続け。島村うずきさんですね。はい、シンデレラオーディション、あなたもお受けになったと思いますが、欠員が3名出まして。そのプロジェクトに私が。はい、一旦署の方へ来てもらえるかな。え、ちょっと、もう少し彼女の話を聞いては。私こういうものですが、アイドルに興味はありませんか。少しでも君が夢中になれる何かを探しているのなら、一度踏み込んでみませんか。そこにはきっと今までと別の世界が広がっています。よろしくお願いします。これは千住、貴様己を月の汚れに。ついに禁忌の技に手を出したか。自由を得るには代償が必要だ。封印の紡ぎ手は私がもらう。させるか。
すみません、そろそろ準備の方お願いします。あ、はい。俺はこの海で一番危ない男っす。海のお宝は誰にも渡さないっすよ。ねえ、ですです、そういう女です。マスを殺して海賊たちを海から追い出そうって魂胆っすよ。おっと、それ以上近づいちゃダメっすよ。ねっ、いいガキ、さっさと吐くっす。マスのお宝アルビだから聞いてるんじゃないっすか。クソガキが、お前それをどこで見てやがった。あの島に人はいなかったはずだ。まさかてめえはマソの手下か。どうなんだ、邪魔すんじゃねえ。おしまい。